はい、ひとつき万冊の清水です。ということで、今日はですね、韓国、ね、に抜かれた日本の賃金、どないすんねんっていうところで、まあ、ウクライナ問題とか、コロナの問題とか、ね、まあ、いろんなことがあるんですけども、自分の足元見ろや、政治家どもっていう、ね、ウクライナが問題だーとかっていうふうに言っててもですね、コロナが大変だーとかっていうふうに言っててもですね、おぜぜがないと何もできやせんということで、アベノミクスは完全に失敗に終わってですね、お金をあれだけ吸ったのにですね、賃金は上がらないというこの状況を一体どう対応していくのか含めてですね、ルポ技能実習生という本を書かれている、まあ、外国人労働者問題とかを書かれている、まあ、澤田さんとですね、今日は話をしていきたいなというふうに思います。澤田さん、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと久しぶりですね。ご無沙汰ですね。ね、まあ、今日はですね、問題は人手不足じゃなくて、賃金問題にあると。いや、で人手不も、足ではなくて、まあ、賃金不足やね。ね、本当に、賃金不足だよ。足らねえよ。いや、なんか、引きこもりがさ、100万人ぐらいいるんですよ、日本って。そら、こんなに安かったら働きたくないでしょ。技能実習生42万人ですからね。別にその上に特定技能35万人入れようとしますけど、国内のね、きちんと活用して働けるように頑張ればね。やっぱりだからもずっと外国人取材してきてね、結局、いよいよ失われた30年っていう言葉を新聞が使い始めたでしょ。使い始めたでしょ。言っもうてなんる。か失われた10年っていうのから、20年、20年かと。で、失われた、30年かと。でもなんか普通に、なんか一般用語的に書いてるんですよ、普通に。でもこれ、じゃあ今度また失われたら40年とかって走り出すのみたいな。そう、もうなんか、なんか、失われた、失われた、失われたって、なんなん？これ。出生数がなんぼだ。各会84社万。の84万でしょ。衰退、衰退、衰退ですよ。もう、衰退、衰退、衰退に次ぐ衰退。何をもって衰退って言うんですかって、This is 衰退でし ょ。もう、ありとあらゆるものが衰退してるよ。非正規労働者だらけ、年収に300万の人だらけ、で、その人たちが結婚して世帯年収500万、600万でも、子供埋めたとしても、2人は無理でしょ。無理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 。単純に子供が埋めなくなり、人口が細っていけば、国は滅びるでしょ。違います間か？違いなく滅びるよ。すげえ分かりやすい衰退じゃん。別にその新しい産業を生み出せないとかさ、そういう難しい話じゃなくて。いやー、もう日本の衰退がすごくわかるのがですね、ウクライナ危機になった時にだよ。ルーブル、ロシアの通貨ね、に対する円がですね、なんていうか、ピクンってしか動かなかった。あれ？ あんなに国際社会に嫌われてるロシアに対してウクライナに侵攻して、ルーブルが売られるわけでもなく、円が買われるわけでもなく、ピクン。お、これも死にかけの老人の、心電図みたいやなって思った。で、そのうち、ティーンってなるよ、ももうまあそんな、まあ、ちょっとネガティブな話ばっかりしてないんですけど、やっぱりもう悔しいじゃないです悔か。しい。でももうその僕たちは鉄腕アトムとね、ドラえもんを生み出した国なんですそよ。うだよ。もう一回やっていけんのよというのを希望を求めてね、私2月15日にね、原稿料3万円しか出ないんですけど、交通費3万3000円かけて、東京有明のビッグサイトまで行ってきましたよ。お疲れ様です。ただ働き、カンパお待ちしております。マイナス3000円ね。ね、カンパは、こちらに現金でもいいし、クレジットカードでも大丈夫だよ。まあ、なんで、ちょっともう何が何でも言いたかったかって言ったら、ジャパンパックっていうのがあって、ジャパンパック2022、日本放送産業展っていうのがあったんですよ。これ何かって言ったら、まあ、製造ラインで使用される、製造ラインって工場ですよね。工場の製造ラインで使用される包装機械、包装機械とか、まあ、荷造りの梱包とか、まあ、段ボール箱をボンボンボンって入れて、まあ、開閉めパーンとプリントするとか、まあ、いろんな機械ありますけど、まあ、そういうののまあ総合展覧会、まあ、ビッグサイトとか、まあ、ずっとそういうのやってるじゃないですか。そこに私はね、会いたい人がいたんですよ。ほう。鉄腕アトムでもね、ドラえもんでもないんですけど、あ、フードこれリーくんは、にね、なんかサイトを見ようと思ったら会員しか見れないのか、残念。
会員。ほんほん、うん、あ、会員しか見れない？うん、アーカイブはね。はい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 、はい、うん。それで、ちょっとその、ジャパンパックに行ってきたんですけど、うん、その、私が会いたかったフードリー君。ちょっと株式会社、なんていうところ ?RT さんっていう、開発してるのが RT さんっていう会社ですね。うん、そこで、ちょっと清水さんにちょっと2つ今日動画送ったんですけど、まず若手バリバリ営業マンさんじゃなくて、うん、働くフードリー君を上映してもらっていいですか？働くフードリー君上映っていうのと、その前に RTEC さんのこのホームページの、うんうん、RT です。RT さんの、オリジナル教育、はい、研究用ロボットというところに、どこに書いてあるのか、食品工場向けロボットフードリーだな、うん、でこのフードリーっていうページがあるので、これを澤田さん見てきてくれたってことだよね。まあ私は会いに行きました。会いに行った、はい、はい、じゃあ、はい、ちょっとせっかくなんで流しましょうか。はいはい、分けてる、いいかしら、はい、これもうまさにね、うん、技能実習生とかね、うん、うちのフィリピン嫁がね、うん、今食品工場で働いてますけどね、うん、まあそこも技能実習生とか外国人の動くと、うん、もう高齢者の人がばっかり働いてるみたいなんですよ、うんうん、もうそういうところなんですけど、うん、結局もうこれパスタやってるんですよ、うんうんうん、で例えばね、私ね、ちょっとそれでね絶対いると思って、私、はい、ベトナム人ネットワークを生かして、はい、今ガチで某大手3社コンビニのうちの一つの、うん、ナポリタンスパゲッティのラインに立ってる子に聞いたんですよ。でナポリタンスパゲッティのラインがね10人なんですよ、うんうんうん、10人いて、初めの2人がだからフードリーがやってた仕事ですよね、うん、初めの2人が麺を測って入れるんですよ、うん、それで3人目の子が麺を鳴らすんですよ、うん、で4人、そうそうそう、で4人目の子がソースを入れるんですよ、うん、で5人目6人目の子がウインナーをこう入れるんですよ、うん、で7人目の子がピーマンを入れて、8人目の子が一番大変なんですけど蓋をつけるんですよ、うんうん、で9番目の子がシールを貼って、うん、それで梱包の10人目の子が梱包のライン流すっていうんですけど、うん、もうその今言っただけでもう機械化できるところがもういっぱいあるんですよ、うんうん、例えば1人2人目これ麺を測って入れる、これも今やってたでしょ、うん、やってるやってるやってるでしょ、うん、これはねちょっとねこれ展示会なんで、うん、ちょっと難しいことしてるんですよ、うんうん、例えばこのフードリー使ったら例えば固形物ミニトマトとか、うん、これはその AI でそのディープラーニングで学習してるわけなんですよ、うん、フードリーが。だからフードリー自体が現時点では例えばパスタ 150g っていうものを掴むっていうのは無理なんですよ、うんうん、それは測りの機械、それは別の会社なんですけれども、うん、別の会社さんが名前なんだとか、これはね2つの会社の合作なんですよ。この測り、この TSDN3、うんっていう測り作ってる会社が明石にあるんですけども、うんうん、いやフードリーは AI のディープラーニングで認識してるのは、うん、いや一つの、お弁当に乗る麺の量、麺の山の絵は認識してるんですよ、うん、だからそれに合わせて彼はこう置いていってるんですよ、うんうん、パスタをこう仕分けて、うんうんうん、それでスロットに入っていくじゃないですか、うん、それで要は測り機が要はその一定のグラム数になった時にベルトコンベアに下ろすんですよ、うんうん、だからまあパスタは難しいんですけれども、うん、例えばそのこれ今回は展示会はこれパスタでやってましたけど、うん、やっぱこれフードリーが革命的だったのが2018年かな17年かな、うん、結構早い段階で唐揚げを置けるようになったんですよ。唐揚げってねボーンと置くと、うん、要は唐揚げの山になるじゃないですか、うんうんうん、で唐揚げの山っていうものを認識するんじゃなくて、これはそのフードリーさんのこれはまあ企業秘密なんでしょうけど、うん、まあ独自の技術で要は AI にまあたくさん要はディープラーニングで学習させて、うん、この唐揚げの山の一つずつを認識するようにできるまで技術を持っていったんですよ、うん、それで唐揚げを掴んで、さっきフードリー見てもらったら分かると思いますけど、うん、手先がトングになってるじゃないですか、うんうん、このトングはもう何種類もあるんですよ。唐揚げ用とかミニトマト用だとかいろんなものがあって、うん、要は掴むものもあんまり強く掴んでしまったらダメでしょ、ブチュってなっちゃう、
50ってなっちゃうので、うん、それに合わせていろいろあるんですけれども、うん、もうボタンも3つしかないんですよ、スイッチ入れて、例えば A、あの品目、例えば、うん、あの唐揚げ、それであの弁当ボタンの、うん、要はお弁当の箱で、まあ、ご飯のスペースがあって、うん、ここに4つぐらい小さい箱があるじゃないですか。ここに唐揚げを置くっていうのを設定したら、もう唐揚げとか小芋とかそういったものはもういけるんですよ、うんうん、だからもう相当数、人間がしなくてもいいことできるんですよ。なるほど。でこういったものがあるんですよ、うん、すごいね。これはだからパスタだから難易度高めなのね。パスタはね、うん、だから難易度高いのは絡まるんですよ、うんうん、でも確かにプルプルプルってこうやってる、プルプルプルって、うん、うん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 。それせっかく今回ね、私ね、いつもジャージで出てるんですけどね、うん、ちょっとね、今日ちょっとジャージはさすがにまずいだろうってね、いつも清掃してるわね。清掃っていうか、なんか原発事故の時の、政治家みたいな感じの。いや、まあ私はまあ、私のスーツはこれなんで。なるほど、なるほど。それでね、本当にね、RT さんに、うん、まあ、現代ビジネスっていうメディアと、要は一月万冊っていうメディア、うん、2つのメディア、要はそこで、うん、出しますよということで取材行ったんですよ、うんうん、これまあ取材として、まあ、一つ万冊の取材として対応してもらったんで、まあ、今日ちょっとこんないつものあのね、ヒゲポーズメガネジャージはまずいだろう。素晴らしい。皆さん赤字のね、沢田さんを助けるためにカンパを待ってるぞーっていうか、まあ俺がカンパするまずこれね、もうね、ちゃんと対応してくれてね、四郎さんっていうね、営業部長の方がね、うん、商品説明までね、すみません、市長さんの方にしてもらえたんで、はい、ちょっとせっかくなんで、ね、音声がちょっと悪いです。ごめんなさい、皆さん、私の iPhone で撮ったんで。まあでも聞いてみましょう。はい。はい、はい、こんにちは。RT のジョーです。今回、人型共同ロボット、フードリーと、大和製鋼様の組み合わせばかりと連携させていただいてまして、はい、こういった盛り付けの、仕事をさせてもらっております。でフードリー今回パスタをさせてもらってるんですけども、パスタ以外にも唐揚げ、トマトなどさまざまな食材に対応することが可能でございます。なのでこういった人がどうしてもかかってしまう盛り付け作業をフードリーがこなすというところで、今人手不足の会社の意思として対応させていただいております。素晴らしい。まあ、これだから右に習えだから、前ちょっとこの番組で言ったんですけど、この革新的ロボット研究開発事業と基盤事業、このめっちゃ大事な事業やのに、アベノミクスのマスクの保管、アベノマスクね、うん、俺なんて言いました今、アベノミクス、まあ、ごめんなさい。だから今ね、実証実験が起こって4月ぐらいに結果が出るんですよ。たった 6.6 億か、なんていうか6600億ぐらい突っ込むべきではなかろうか。うん、いや本当にそう思いますよ。でこれだってね、これでき、これ例えばね、これができるとなったら、うん、例えば農業、うん、例えば農業でピーマンとかしいたけとか最後の出荷のところありますよね、うん、結構の量りの使いと使えば、で使えば例えばそのピーマンとか重さを測ってで袋に入れていくとかって、うん、今人間の手がやってると全部できるじゃないですか。素晴らしい。いやもうなんかデジタル田園都市構想とかそういうわけわからん話より全然興奮するでしょ。いやいいね、もうこれでいきましょうよ、鉄腕アトムとドラえもんを生んだ国がそう、もう一度フードリーのロボットフードリーと共同して、うん、フードリーだけじゃなくてね、うんうん、いやこれはね、細かい話で言うと、うん、産業用ロボットではないんですよ、うん、だからその、まあ、日本で大きいところで言ったらそのファナックさんとか、うんうんうん、そういう自動車を作ってるようなああいう本当のガチの機械じゃなくて、うんうん、これってね、フードリー君ってね、めっちゃちっちゃいんですよ。身長153センチ、うん、横幅が、40センチ、うん、で体重が35キロなんですよ。うん、でこれ結局産業ロボットじゃなくて、共同ロボットなんですよ。共に働くロボット。うん、産業用ロボットっていうのは、うん、これはやっぱりその安全面とかいろんな規制があって、うん、要は安全策を作らなくちゃいけないとかってくることになってくるので、うん、でもう機械自体もめちゃくちゃ大きいので、うん、例えば食品工場とかにインストールしようとしたら、うん、もうラインごと全部変えなきゃいけないんですよ、うんうんうん、でもこれであればさっき言ったみたいに僕がベトナム人から聞いたね、例えばソースさっき言ったベトナム人が言ってくれた工程があるじゃないですか、うんうんうん、ナポリタンスパゲッティ入れるね、うん、それで、まあさっきまあ、例えばソース入れるのはちょっと難しいと思うんですよ、うん、まだね、うん、でもそれにしても例えば麺を測るところとね、
ウインナーを置くところ、ピーマンを置くところ、蓋はつけれないかもしれないけれども、うん、人間あのロボットでフードリーでいけるとかあるじゃないですか。うん、だから今まで人間10人でやってたものを、フードリー、人間、人間、フードリー、そうしたことで生産性上がっていくんですよ。うん、上がっていくね。で、そうしていかんと給料上がらないんですよ。うんうん、それで、ね、まあ、こんなこと言ったらね、すぐ言ってくるんですよ。そんなロボット導入したら、うん、その人間の仕事がなくなるみたいな、うん、なくなっていいんですよ。なくなっていいでしょ。こんなね、だからうちの嫁はん見てても分かるけど、ね、うん、こういった食品工場で働いてるのってね、うん、大体みんな、まあ、例えば私、西宮ですよ。うん、まあ、この辺、まあ、大阪行ったら時給1400円ぐらいになるかもしれない、うん、まあ、レンジとしては1100円か1400円の間なんですよ。うん、それもちろん正社員なんかにしないんですよ。うん、で契約社員で1年契約とか でボーナスもないんですよ。うん、で、まあ、1100円として、まあ、1日ね、8時間で、まあ、まあ、21.5日とかで、まあね、年収ベースで言ったら220万ぐらいですよ。うん、だからその年収220万円の労働者を生むことに意味ないんですよ。ないでしょ。ない。だから別に そんなね、ロボット導入することなんて仕事なくなるじゃないかとかって言うけどね、うん、そんな仕事なくなっていいよ。うん、だこの慣れの果てがこれでしょ。今、うん、だって失われた30年。で、失われた30年とかって、いやいや、そんなね、外国人労働者や日本人をこき使って、うんうん、ね、この安い労働力っていうので、やっててもね、うん、未来ないから。そうやね、うん。ええ加減気づけ。マジで。ほんまに。いや、そう思うで。あのね、偶然じゃないよ。うん、清水さんね、よくみんな1990年で比較するじゃないですか。うんうん、結局、まあ、バブル崩壊1990年ですね。うん、で、結局、要は失われた30年。まあ、そっからカウントしてるじゃないですか。うん、でもね、この失われ、今、清水さん言ったようにね、うん、この30年間って、結局、要はその朝鮮戦争まで、まあ、遡ったら、うん、結局、高度経済成長っていうのは、うん、要は輸出型企業として、うん、要は製造業大国として、日本がこれだけ高度成長経済成長をこう遂げてきたわけじゃないですか、うんうん、でもその間に当たり前に韓国とか台湾とか中国とかが工業国になってきて、うんうんうん、で結局そっちに作った方が安いからっていうので、うん、まあ、日本どうしようってなった時に、うん、結局、まあ、そこで新しい産業とかに移行すべきだったんだけど、うん、できなかった。できなかったね。結局、で、プラザ合意で円高になって、うん、結局、じゃあどうするのかっていうので、もう生産拠点を海外に移してコストを落とす。うん、あと、国内では非正規労働者を増やしてコストを落とす。うん、そしてもう一個が、だから外国人なんですよ。うんうん、だから、これ、偶然じゃないんですけど、うん、今の、まあまあ、今日は詳しく言わないですけど、うん、今の皆さん、まあ、ふわっとね。日本で働いてるその単純労働してる外国人技能実習生、これをねズドーンって遡るじゃないですか、うん、これどっから始まってるかって1990年です。俺偶然とは思えない、うん、やっぱり失われた30年イコールやっぱりその人手不足とかっていうものを投資ではなくてやっぱりその労働力の搾取で、うん、解決してきた慣れの果てがこの今の生産性の低さとこの日本人の賃金の低さ、うん、そうだね、うん。うん。間違いないと思うよ。だって考えてないもん。で、挙句の果てにプラザ合意で円高に触れたけど、うん、その円もですね、バブルが崩壊してからしばらくずーっとほっといたせいで、実質実効レートっていうの、円の実際の実力は、プラザ合意の前と同じぐらいになっちゃいましたっていう。うん。これ、ビスの発表、国際決済銀行の。うん。だから、円はダメになっちゃったよ、また。うん。うん。でもあの時はまだね、日本人若かったけど、うん、もうおじいちゃんになっちゃったから、うん、こっから立て直すの、しゅんさんも大変よ。いや、だからこういう僕たち就職氷河期世代が、ね、うん、今からだから、じゃあ結婚してね、うん、まあその、こういうこと言ったら怒られるかもしれないですけど、うん、もちろんちょっと、もう東京とかって初婚の平均年齢もう32とかなってるでしょ、うん、なってる、うん、で、これ35とか後半とかどんどん、うん、だって今の僕たちの世代ってねほとんど半分以上奨学金抱えて大学行ってるんですよ、うん、まあ、私高校も行ってへんけど、だ結局はもう社会人になった瞬間200万300万、うん、借金抱えて、うん、それで必死で借金返してもう30代になってそこから結婚とかなんてねじゃあ子供産むかとかってならへんよ。ならん、無理。防御に入れよ、そのまた戦争始まったりなんだりかんだりで。うん。うん、あ無理。もっと希望とか、もうなんかね、ちょっとこの日本人独特の、まあ、この今日2月26日に、うん、収録してるんですけど、うん、ね、
あの今日とかでもそのキエフにいる大学生ですかね、前原さんだね、慶応大学の、がそれでまあ必死で自分のことをねやっぱりやろうとした時に、要はその自己責任だみたいなね、ことをやっぱりツイッターとかで炎上してるのを見るとね、なんでこんな不寛容な国になったのかなと、前原さんという慶応大学の20歳の学生さんがキエフに行っていて、でそれで、まあ自分の友達18歳から60歳のね友達も戦争に行ってしまうと、で自分は今地下駐車場の中で避難してるんだとっていう、そういう状況を見て自己責任自己責任自己責任とかって言ってる、いやもうお前らアホかっていう、もうなんかね、そのこんなになんか性格悪かったかな日本人って、いや悪かったんちゃうか結局まあ基本ほんとでもなんか足のひなんかこういうメンタル性が全てを生んでるような気がするんですよね、そうね、この低経済成長っていう、なんかリスクを取りたい、まあ投資とかってリスクじゃないですか、リスクだよ、例えばそのフードリー、これ例えばさっき見ましたけど、あれみんな1台いくらだと思います、これ、フードリー、ごめんなさい1台って言ったら失礼だ、お一人お一人様フードリー、フードリーちゃん一人、お一人、お一人様、お一人様いくら800万です。あ、超えるよ。これ自体は実際まだ、実際ね、いろんな惣菜会社さんとか工場とかと導入実験してるので、実際参考価格です、だから実際まあでもちろん例えばさっき動画で見てもらったパスタのラインとかだったらちょっと複雑なんで、いろんなシステムを入れなきゃいけないんで、パスタのラインに入ってるフードリーとかだったら1200万なんですよ、でその代わり2年間の保守とかっていうのも入ってるんですよね、まあでも1200万としてもですよ、1200万としてもですよ、まあ、この番組何度も言ってますけど、例えばその、まあ、年収240万円の労働者、日本人をね、増やすか、ね、社会保険料負担とか、まあ、入れたら、技能実習生にしても日本人にしても、要は300万円です、1人。で、で別にフードリーは。質問。はいはい。年収200万って8時間労働でしょ、そう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 。で、じゃあ24時間労働させたらさ、まあ、24時間365日例えば使うと、これ2年で元取れるんじゃないの、だって深夜労働手当とか、まああと人間の管理ってめんどくさいから、あと文句言わない、だからしげさんちょっと聞いて、聞く、もうねこれほんまにね、日本人アホちゃうかと思うんですけど、だからそのフィリピン嫁がね、食品工場で働いてるじゃないですか、それで要はその、なんていうのかな、そのグループの、なんか LINE グループみたいなのがあるんですよ、今日はこうでこうでこうでみたいな、もうそれ見せてもらったら、俺私が経営者だったらね、もうフードリーみたいなのいるんやったら、すぐ導入するよ、もうだって当たり前にね、賃金が高かったらね、みんな責任感感じたりね、して働くじゃないですか、でもいい加減な賃金だから、なんか今日ちょっとお腹痛いから休みますとか、もうすぐなんかちょっと気になるからもうやめますとかで、もう見てたらもう人が入れ替わって入れ替わってばっかりなんですよ、ずっと採用活動して入ったり抜けたり入ったり抜けたり、もうめちゃくちゃ生産性低いですよね、もうだから結局その食品工場の人事部かなんかわかんないですけど、そこにも仕事のための仕事をする人っていうのはもうこれだけ金かかって、これはもうすっげえ無駄でしょ、でフードリーやったらもちろん文句言わないよ、でこの技能実習生の子もね文句言ってたけど、何を文句言ってたかって言ったら、まあ当たり前には文句言うと思うんだけど、やっぱりこの子は今2022年迎えた瞬間ももちろんベルトコンベヤーの前に立ってるわけなんですよ、で12月31日から1月3日の 3日のシフトは絶対日本人入らないから、技能実習生しかいないですよね、でももちろん別にまあ、ベトナムは旧正月で、まあ、基本的に中国式のお正月ですけど、まあ、それとはいえニューイヤーズデーはやっぱりみんなで爆竹鳴らしたりね、花火上げたり、みんなで家族で遊んで食事したり、やっぱり家族で過ごす時間なんですよ、当たり前だけど、働きたくないですよ、何が楽しくてね、2022年迎えた瞬間にね、ベルトコンベアの前でね、彼女の担当は蓋ですけどね、パスタのね、お弁当にこう蓋をつける、それをやってるんですよ、悲しくないですか、悲しいね悲しい、まあでもそういうさ、人たちがなんで働いてくれてるかっていうと、まだ
日本の賃金で一生懸命そういう状況の中で頑張ったら3年とか5年ね、何年かな貯金貯められるのって、どれぐらいみんな貯めるの？実習生300万円、実習生はね、実習生はいいんですよ、だから、で貯めて買えるんだけど、でもそれは家が建つからですよ、だけど今円の実力がキューって下がっていってる状況の中で、残念ながらですね、そのうち来なくなる、からそうするとコンビニの弁当もですね作れなくなるんですよ、ってことはこういうロボットとかを入れて生産性を上げていかないと賃金も上がらない上に、いずれはコンビニ弁当すらもなくなるというですね、ことになりかねないからね、実ちょっと今日、まあちょっと機密情報なんで言えないんですけど、まあ、私が把握している範囲、まあ、ドイツが、ベトナムからもう必死で介護士を取り出しているっていうのは、まあ、これはもう報道で思ってるんですけど、やっぱヨーロッパ諸国の某国が、いよいよ動き出して、ベトナムから介護で取り始めてるんですけど、もう賃金ベースが全く違う、絶対誰も来ない、日本にはもう来なくなる、絶対来ない、日本円で計算してもう、だから今出てるので言ったら、だからに逆に日本人が行きたいぐらいやね、マジか、日本に行く場合って要は自分でお金払って日本語勉強して送り出し機関とかにお金払ってくるじゃないですか、いやもちろんそういうスタイルじゃなくて、国の教育、要は その国今日は言えないんですけど、その国の言葉とか勉強する機関はもう僕そっちの国に呼んで、そのこの国の負担で教育をさせると、でその国 の, その介護士さんの勉強とかもするんですよ、それの期間もその期間でさえね二十数万円の給料をもらえるんですよ、それでそれが終わったらでそういった施設で働き始めるのはもう日本円で30万本で、余裕楽勝で、誰が来るの日本に、来ないね来ないね、それだと来ない、なんかもうその本当に賃金格差があるからね、外国の方が日本に来るわけでね、本当にこの安すぎる賃金、ほんまに考えるとか具体的にね、こういったフードリーみたいなものがあるとかね、でそれを分かってへんのかな、分かってへんからこんな予算しかつかないのかな、分かってないんやと思う、でもね、非常にまずいね、年収200万円って低め、その LINE で働いてる人、そのこのフードリーの会普通ってことは深夜で働いてる人とかも入れると、28時間労働で、行くと、多分なんだかんだ年収ね750万円は24時間365日、365日にするともっとかかるな、多分1年ぐらいで元取れるよ、フードリー、いいじゃん。でね、で面白いのが、実際その結局そのああいった食品工場とかに人を派遣する会社あるじゃない、派遣会社、だから結構ああいうところがああいう派遣会社からしてももう送る人がいないんですよ、で特に食品工場なんかね、だから結構面白いのがそういう派遣会社とかも、じゃあこの幕の内弁当のライン、15人ですよねっていうところで、じゃあここをフードリー5台、だから幕の内弁当の中でも簡単だけど、唐揚げだとか、だからフードリーって上下があるものはちょっとまだ難しいんですよ。例えばシューマイとか、あれは固形物ですけど、上下があるじゃないですか。なんかこの、なんかグリーンピース乗ってる方が上じゃないとダメじゃないですか。まあそことかはちょっと難しいんで、どっちでもいいもの、小芋とか、だからできるものがあるじゃないですか。だからフードリー5台と人間10人とかのこう紹介とかね。そういうふうにちょっと動き出しつつもあるんですよ。なるほど。うん。まあ民間から動いてるわけだね。そうですね、完全に。いや日本のさ、その、人手不足防ごうというふうに思うんだったら、こういうフードリーとかを買うんだったら、特別に融資しますと、で経営者だったらこれ1年から2年で元取れるなっていうふうに考えるんだったらね、例えば、このフードリーを1台導入するのに関しては、5年間の融資で低金利でやりますせ、で返せなくなったらフードリー返してね、っていう風にやったらさ、どういうことかっていうと、その会社が潰れた時にフードリーを回収するわけよ、
で、それで別の会社にやったら、担保も回収できるし、いいじゃん。そういう金融の仕組みを作って応援したらええんだよ。だからその、もうこの取材でね、私すごく悲しかったことが一つあるんですよ。で、その会場にこの、RT のね、RT の社長の中川由紀子社長いらっしゃるんですけども、中川由紀子社長にね、お話聞いたときにね、やっぱりこの、コロナ禍で外国人が入国してこれないじゃないですか、食品加工工場でも技能実習生がたくさん活躍してるのは、もちろん中川社長もご存知なんですけど、そもそもこの RT を作り始めて、要は食品工場を回り始めたのが2015年ぐらいらしいんですけども、やっぱり当時からもういつかは技能実習生来てくれなくなるから、やっぱりこういう共同ロボットみたいなものが必要だっていうところも、もうそれは分かってるんですよ。ただだから私聞いたんですよ、この2年間外国人の入国止まってますよねと、でもう要は食品工場からしたらさらに困ってるじゃないですか、だからその御社への注目とかね、だから一緒に要は一緒に研究やりましょうとかね、そういう動きがね高まってるでしょって言ったらね、答えは逆なんですよ。ほう、いやもう本当に切羽詰まったところまでいかないとやっぱり動かない。やっぱりそのコロナ禍によってやっぱその飲食店だとか、観光業だとか仕事を失った方々が結構いや工場に戻ってきている、戻ってきているので、やっぱりそういう注目が高まるとかっていうのはむしろ逆かなみたいな印象は受けられてます。なるほど。要するに、外国人労働者が入ってこなくなった分、コロナで仕事を失った人がひいひい言いながらこのナポリタン作ったり、やってるってこと、コンビニ弁当の、だから需要は増えません、欲しがりません、勝つまでは足らぬ足らぬは工夫が足らぬ、なんかその感じ、もうなんじゃそりゃ。いやー、末期だね。よし、1個ね、なんでね、生産性がね、上がるのに、なんでこんな予算しかつかないか。ね。それの原因。はいはい。そしてそれの解決策、今思いつきました。はいはい、どうぞ。まずですね、なぜそうなるのか。フードリー君はですね、投票権持ってないからですよ。だから政治家の得意にならない。なので、フードリーに人権を。だって自分のさ、お弁当とかで最終的にこいつら多分うちらのおしめ変えてくれるようになるんですよ、30年後40年後には、もう、ロボットに投票権を与えないと、多分政治家動かない、っていうか、でもね、それは冗談なんだけど、でもそれくらい追い詰められてますよ、日本は。もうだから、もう立憲民主党とかもの話題とかしたくないですけど、やっぱり初め期待したじゃないですか、一応イジムさんっていう、やっぱり山本太郎と同じ世代の、ちょっとやっぱり言ってることをそんなに弱いけど、年齢下がったと、やっぱりその今のね、もう言っちゃわ、今の内閣とかね、結局20年後、もう申し訳ないですけど、20年後、30年後生きてますか？いや、生きてない。いや、安倍晋三は、87から97なんで、ギリギリ。ギリギリいや、かなり可能性は低いが、でもそれリアリティな自分たちの問題ではないよ、僕らの。ない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 、全然ない。だけどなんでこういうことを打ち出してこんかね、いやー、だからね、こういうところに予算がたったの、6.5億円、少ないよな。少なすぎるでしょ。アベノマスクですら500億円あったんやで。マスクに500億くらいあって、革新的ロボット研究開発基盤機構 6.6 億円。これだってでもその丸っと 6.6 でしょ、ロボットフレンドリーな環境の実現とか、そういろんなものにここからまた分けていくわけで。分けていくんやね、ここから。そのうちの一つで食品ってありますけど、でワンオブゼムでしかないでしょ。やばい。なんかさ、ジムさん、その泉健太さんとかもね、もういよいよもう存在感を打ち出しきれてないわけじゃないですか。いや、もう立憲民主党のやつやめましょう。
もうやめます。もう、あのね、立憲民主党の話をすると、再生回数が落ちる。ああ、もう、いや、だからまあ、それは落ちるのは当たり前でね。当たり前だ。だから、その、こういう話した方が面白いでしょ。うん、いや、もう、本当に日本は、もう、鉄腕アトムとドラえもんを生んだ国だと。うん、いや、もう、あの、共同ロボット、いや、ロボットと共に生きるあの国としてね、世界を引っ張っていくんだぐらいに言えばいいじゃん。うん、できるんだから。うん、ちゃいますか？いやー、ちゃーん、ちゃわん。ん？ちゃわん、ちゃわん、本当に。もうだから、だからこのね、RT さんとか、いや、これさ、うん、資本金が1億円。RT さんとかってすごい投資家とかどん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 入ってきたらいいと思うんだけど、なんでなんやろね。で、しかも主要株主に、なんか、うん、未来創生ファンド、DBJ キャピタル、みずほキャピタル、池田専修キャピタル。うん。4つも入ってるのに1億円、うん、いや30億円ぐらいにしてあげようよ、うん、いやこれで俺中川さんの、 あの、うん、持ち株比率が 50% 切ってたら、うん、悲しすぎる、うん、投資家に騙されてるとしか思えないレベル、うんうん、30億くらいこれつけたるべきやろ、うん、こんな頑張ってて、うん、まあ、だからこういうところに出資をしていって、うん、で生産性を上げていって、ね、あのやっていかないと、ね、賃金は下がるばかりだよ。うん、まあ安いですもんね。今めっちゃ暮らしていけないでしょう。あと僕らの世代って、僕の世代って同い年の友達もなんかつい最近、私同い、もう今年41ですけど、うん、あのようやく奨学金返済終わるわとか言ってました。おお、そんなもんやろな。まあでも私も奨学金借りて大学行ったからね。で何歳まで返しました？何歳まで、うん、でもあの私稼いだり稼がなかったりっていう振れ幅が高いから、なんだかんだ30後半ぐらいまではかかったよ。ああ、でもみんなそんな感じでしょ、うん、あの会社にお金があっても、うん、自分はそんなに給料取らないから、うんうんうん、それで、結構かかったよ言うても、うんうん、そんなもんやで、うん、でもこういうものがそのメディアとかね、ちょっと多分今日の動画もこういう話より皆さんやっぱりこういう話あんまり視聴回数伸びないじゃないですか、清水さん。申し訳ないですけど、私が話す建設とか、こういうマニアックな話って。いや、でもこういうところこそね、本来は日本の希望があるんだけど、残念ながらですね、こういう希望を語らなきゃダメなほど、日本が今絶望的に沈んでるっていう認識が残念ながらない。いや、もう沈んでる認識はあると思うんですけど、なんていうのかな、私日本人のね、不寛容というかね、なんかその沈んでる中でなんかより下を見て自分を肯定しようというか、うん、なんか性格の悪さというか、うん、不寛容さというか、普通に怒ればいいんですよ。その200万しか、その高々1年の契約社員、うん、半年の契約社員、うん、その夜勤とかで200万、250万でボーナスもないとか言ったら、うん、どちらかとどっちにって何なんですか、どんどん怒ればいいんですよ。外国人のとかでその辺の権利者意識、労働者の権利っていうのすごい分かってますからね、うん、意外と彼の方がスパッとすぐ辞めますよね、うんうん、アホらしくて、うんうん、なんか何やったっけな、中国にはさ、はい、寝そべり族っていうのがいるのよ、うんうんうん、でこれがまあ、ニート、働いたら負けっていう人たちで、うんうんうん、で、まあ、社会的圧力による過労ね、うん、もう朝9時から夜9時まで週6日間働くとかね、でその割にめちゃくちゃ頑張ってもなかなか出世できるわけでもない、もうやだ、もう寝そべってすがすも知らん知らん、貧乏でもいいみたいな、こうある意味社会的なスト、うんうん、日本人は絶対それは起こらないですね、うん、やっぱり同調圧力が強すぎるんですよ、うんうん、そうだよ。でちなみに日本だとね、引きこもりまで行かないと寝そべれないのよ。でも、中国の寝そべり族は、若者はね、孤立してない、うん。そうなんですよ、うん。やっぱりそこにね、戦う、ファイティングポーズも見え隠れするんですよ。うん、寝そべりながらも。そう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 。うん、いやね、
で、アメリカの海外のニュースとか見てると、今、賃金と物価がまあ上がりまくってるんだけどね、コロナでテレワークしました。ね、で、それでもうワクチンも打ったし、戻っておいでっていう時に、結構多くの人が、いや、だって、またあんな嫌な仕事しなあかんの？いいよ、じゃあ、やめようかなっていう人が結構多いから、慌てて賃金を上げなきゃとかっていう風になったりしてるんだけど、日本人は、ガタンゴトン、ガタンゴトンと揺られてね、行くわけよ。で、これはなんとかせなあかんで。成長してなさすぎ。まあなあ、平均賃金も韓国に抜かれたからな。なんかそのロボットとかうんぬんじゃなくて、昨日たまたまちょっとずっと忙しくて、もうちょっともう、まあちょっとあるプロジェクトをちょっと諦めたから今もうちょっと抜けたんですけど、それでちょっとちょっと引っ越したんで、ちょっと自動車の引っ越しで、自動車、軽自動車協会、まあ、軽自動車、自動車協会で住所変更しなきゃいけないじゃないですか。ああいったところでも未だに紙を何枚も書いて、こう、反抗してって、これ何、今、令和何年なのみたいな。それはね、役人の給料を払うためで、その紙が残ってるのは。ちょっと、恥ずかしい、ダサい。恐ろしいぐらいやばいことになってるからね、そのあたりは。もうだから、もう大変なことになってるっていう思いはみんなある、それはこうあると思いますけどね。あるのかな。でも、あるんやったら自民党政権なんかとっくに潰れてるだろうし、あるいは泉健太とかに対してはお前ふざけんな、もっとしっかりしろっていうふうに言うと思うんやけどね。だからまあその怒ったり、要は政治に意識持ったりするのにも、ある程度余裕がいるじゃないですか。この単純労働し安い賃金で家帰って、まあ、大して美味しくないものも食べた上で、なんかガッツ持ってなんかやれないでしょう、ね。いやまあ無理だね。で携帯拾いてゲームして終わりでしょう、でそれでなんかツイッターで匿名のアカウントでなんかふざけんなって書いて終わりやわな。いや、賃金上げやんと。マジで。もうかだから世界的にでも日本ぐらいでしょ、外国人の受け入れ拡大しようとしてるの。いや、そうよ。意味が分かんないですよ。まあね、その、こういうロボット系のやつを増やしていくときに、じゃあ、今働いてる人たちはどうなんですかって言われたらさ、いや、外国人技能実習生が入ってこれなくなります。いいじゃん、別に。まあだからそのいきなりズバーンとは無理じゃないですか、だから段階的にやるべきじゃないですか、だからこのコロナってチャンスだったじゃないですか、2年間ズバッと止まって、でももういよいよ開こうとしてますよね、まあ1日5000人ですけど、まあその、ね、岸田さんもいよいよ支持率下がってきたんで、開け始めたでしょ、でまた結局同じ形になろうとしてますよね、結局まあ人手不足のところは外国人で解雇しましょう、でまた失われた30年今度40年にするんですか、もう就職氷河期世代もだっていよいよだってもう50とかになってきてるんですよ。そうね、いやなんか昔はなんか20代30代ぐらいで就職氷河期世代、あかわいそうやけどまあいつかちょっと頑張る逆転できる、もう無理やん。無理もう無理やん。もうだからその徹夜とかで働かれへんし、もう40超えてきたら、まあまあもうちょっと過労、もう枕とかめっちゃ臭いし、ね、もう逆転無理やもん。そっからじゃあそのじゃあもうあの女の子くどいて、じゃあその結婚してもう子供いっぱい作ろうとか、もう無理やもん。そうロスジェネは、ロスジェネはね、いやー悲劇だよな。悲劇だよね。ものでもないですね。まあ日本が何とかしようと思ったらロボット、これにかけるしかないよね。でそしてそれはロボットをやったらね、うまくいくんだよじゃなくって、いやロボットないとうちらコンビニ弁当すら食えなくなりますっていう、そういう時代やで。いやもうリアルドラえもんを作ればいいんですよ。リアルドラえもんもう全てを解決できる、もうそのもうパッケージとして売るものはもう世界一の災害大国じゃないですか、でこれ気候変動で要は世界中困ってる中で、要はその世界一強い要はインフラの建設技術
これもやっぱりそのあのそちらもまあもう産業ロボットとか共同ロボットとかも入れて、うん、やっぱりドラえもんがもうチャ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 ンチャンチャーンって、ね、橋補修ロ補修チェックロボットとか確かに確かに、やっぱりなんかその外国ってあの外国ってロボットに対してなんか友達って雰囲気じゃないでしょ、うんうんうん、なんか戦う相手みたいなイメージでしょ、うんうんうん、でもその日本人ってよく悪くも悪くもドラえもんとか鉄腕アトムとかのおかげでやっぱりなんか友達っていう意識 ないですか、うん、確かに身近でしょ、うんうん、なんか自分の敵みたいなんじゃないでしょ、うん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 、いやちなみにあの革新的ロボット研究か、等基盤構築事業を国会でこのちょっと検索したらですね、うん、国会議事録、はいはいはい、ゼロ件やね、ゼロ件、ゼロ件、うん、産業用ロボットで引いたっていうか、つまりこれについて質問してるやつがおらんのか、うん、いやーやばいな。まあ結局、まあ、あのやっぱりこういう、要は一番下じゃないですか、うん、こういう食品工場なんかね、うん、別にこれが漬物でも弁当でもね、あのハンバーガーでも何でもいいんですよ、うん、でも結局その上の、要は、棚を持ってる、要は大手流通、うん、でそういう資本家の目しか見てないわけでしょ、うん、この下まで見てないわけでしょ、うん、別に資本家からしたら、一番コストを圧迫する人件費なんて、その上がらない方がいいに決まってるんですよ。うんうんうん、まあ、だから日本人にストするぐらいの、まあ、ファニーさとね、まあ、寝そべるぐらい あのファイティングポーズがないと、モハメドアリ日本人、やっぱり、私結構奴隷気質やと思うね、やっぱり日本人に、うんうん、ほんまに。ね、うん、わしとか清水さんみたいに、うん、学校行かなあかんのって、やめるやつもいないじゃないですか。学校行かなあかんの、やだ、行かないっつって、うん。だって僕らの世代の感覚からしたらね、うん、もう目の前で山一証券倒産とかね。まあ、北海道拓殖銀行潰れましたとか。そんな時代にね、なんかその、ずっと与えられた教会、こんなん雇ってもあかんやろって。思わん、思わん。なんか当たり前に正しいことだと思って、明日から先生学校行かへんでって言ったら、うん、もうなんか、気違いみたいな目で。いや、病気扱い、病気扱い。でしょ、うん、うん。お前大丈夫かと、うん。俺が言いたかったか、お前大丈夫かと、うん。うん。いや、ほんとほんと。あ、まあでもね、このフードリーさんとかね、うん、こういうものを、まあ、ちゃんと活用していけばいいんだが、まず今日は価値あるのはね、この人好きマーサス見てもらった人ね、うん、知ってもらえたことですね、うんうん、フードリー働きもんやな、これどんどん進化しよるで、うんうん、やっぱりね、これ人の形である必要ないじゃないですか、うん、でやっぱりこのいろんな実験をする中で初めは手だけだったんですよ、うんうんうん、やっぱりこれでも産業ロボットじゃなくて共同ロボットなんで、うん、やっぱり人間と一緒に働くので、うん、やっぱりそのちょっと手だけが動いてたら怖いとか、うんうん、だから初めはその今フードリーの、ここにカメラ入ってますけど、うん、やっぱカメラも要は天井につけるとかになったらやっぱホコリが溜まったりなんだりとか、そういうメンテナンスの問題とかもあって、なるほど、やっぱり最終的には一番最適化したらあの形になるんです。なるほど、うんうんうん、へえ、うん、で穴35キロで足もついてるんでね、うん、普通にだおばあちゃんも運んでいけるんですよ、うんうんうん、まあああいうのをね発展させていって、うん、でそして、うん、まあ人間がやらない部分はロボットに任せて、うん、で生産性上がったら賃金も増えていくから、うん、でそれで一時的な失業が生まれるかもしれないですよ。でそういういやだからそこで生まれる失業っていうのは、うん、だから年収200万円ぐらいのワーキングプアなんですよ、うん、生活保護。でそんなもん生活保護したらやって。いやいや、そんなのいらないんですよ。だから奪われていいんですよ。奪われた方がいいんですよ。うん、だから生活保護で奪われた後に、うん、救ってあげたらええねん、うんうん。ほんで、やる気がある人は勉強し直したらええねん。うんうん、っていうふうに持っていかんと、うん、まあ、そのうちコンビニにですね、うん、お弁当が並ばなくなる、うん、あったとしても高くなる、まあ、コンビニだけじゃないですけどね、うん、まあ、スーパーマーケットだろうか、どこだろうが、うん、でさらに、ウクライナの危機でも分かるけど、これから、うん、不況で物価がどんどん上がっていく、うんうんうん、いやそれちょっときつくないですか皆さん、
ね、まあ本当に大転換の時期に来てますよということで、今日はね澤田さんと話をさせていただいたんですが、ぜひね、あの澤田さんのね交通費のためにですね、カンパをお待ちしておりますので、 YouTube のね、あの説明欄にリンクがあるので、そこから行ってもらうか、こちらの口座にですね、ぜひね振り込んでいただけると嬉しいです。まあそんなわけで、今日も読書、チャンネル登録といいねと、澤田さんの Twitter をね、ぜひあのフォローしてあげてほしいなというふうに思います。今何人ぐらい行ったんや、澤田さん。4700ぐらいじゃないですか、ね、4700まで来た、はい、5000が見えてきたって感じです。おー、いいですな、いいですな。あとぜひ皆さん、フードリー、うん、概要欄からフードリー RT っていう会社を覚えてください、うん、はい、日本を救うかもしれませんね、うん、はい、じゃあ、皆さんどうもありがとうございました。今日も読書、チャンネル登録といいねよろしく、はい、それでは。